こんにちは、高中です。時刻は2月の上旬の9時頃、足立区の主要駅北千住駅に来ております。これから東武鉄道の特急両毛号に乗車して足利市駅に向かいたいと思います。北千住駅の下りの特急乗り場は1、2番線のホームの先にあるのですが、初めて来たので分かりにくいなと感じました。さて、こちらの両毛は浅草と赤城を結ぶ特急で、最高速度は110キロ、足利市駅までの所要時間は約80分です。そして赤と白の優先形のボディ、かっこいいですね。東武動物公園でお降りのお客様、お早めに2号車の後ろのドア、または5号車の前のドアへお進みいただきますようお願いをいたします。
列車、まもなく足利市に到着です。本日は特急両方号をご利用いただきましてありがとうございました。お出口は右側です。足利市の次は大谷となります。足利市駅に到着しました。両毛はいいですね。高崎や宇都宮はよく通るのですが、ちょうど間にある足利エリアに乗り換えなしで向かうことができ、貴重な車両ですよね。そして本日は日曜日ですが、車内はガラガラ。静かな車両は落ち着けますし、熟睡可能です。ではこれから JR 両毛線の足利駅に歩いて向かおうと思います。ご視聴ありがとうございました。